士の指と呼ばれている世界的に有名な台湾のピアニスト、陳瑞賓さんは第一次世界大戦から100年を記念してコンサートを開きます。我自己也不是一战时代的人啊。陳瑞賓さんはコンサートを開くきっかけについて、仕事でフランスとベルギーにいた時、フランス政府がこのことを非常に重視していることが分かった。そして彼らはこれを機にアジアと華人社会との文化交流を深めたいということも分かったためと話しました。陳瑞賓さんによりますと、今回のコンサートではフランスを守るため40歳で軍隊に入った作曲家モーリス・ラベルによる夜のカスパールと、印象派作曲家リリー・ブランシェによるピアノのための3つの商品を演奏するということです。陳瑞賓さんは、台湾もヨーロッパに見習ってほしい、ヨーロッパは世界で最も早く近代化した地域、近年難民が押し寄せてきたにもかかわらず、ヨーロッパの人たちは生活、文化、テクノロジーと国家進歩を求め続けていると話しました。記念コンサートは11月4日に台中で、9日に台北、15日には高雄で行われます。陳瑞賓さんは音楽を通して愛と平和の大切さを人々に感じてもらいたいと話しました。